こんにちは。今回も山ごはん研究所やっていきたいと思います。場所なんですが、愛知県豊田市の猿投山というところになります。それでは山ごはん研究所について説明させていただきます。山ごはん研究所とは、全く新しい山ごはんを開発するため、ただ食べたいものを寄せ集め、思いのままに調理します。なので、必ずしも美味しいものができるというものではありません。今回はこの3つを使ってスープを作りたいと思います。スープはできたので、もう一品作りたいと思います。はい、この3つを使ってチャーハンを作りたいと思います。
はい、それでは食べていきたいと思います。今回も食べた後の評価を10点満点中何点か、そのような形で採点していきたいと思います。で、これね、結構頑張って食べてるんですけど、正直めっちゃくちゃまずくって、もう残念ながら大失敗。10点のうちもう1点もあげれないくらい、0点です。はい、続いてチャーハンですね。で、まあちょっとさっきのスープですっごい気持ち悪くなってるんで、これでちょっと挽回したいなと思ってたんですが、正直あんまり美味しくなかったです。ただまずくもないので、10点中、そうですね、1点かな。はい、ということで今回以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。